ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、最近 CM とかでよく聞くサステナブルな社会ってどういう意味なの？あれは持続可能なって意味だぜ。世の中にあるエネルギーなんかは有限だからな。どんなものでもいつかはなくなっちゃうものなのね。ちなみに霊夢、エネルギーの中でも何かと耳にする石油だが、これがあと何年で枯渇してしまうと思う？言ってもあと100年くらいは大丈夫なんじゃない？やれやれ、甘いな霊夢。え、私って甘いの？そんな霊夢に今日は石油はあと何年でなくなるのかを解説していくぜ。ぜひこれを機にサステナブルな社会を一緒に目指そうじゃないか。おう目指そう。さて、今回はいきなり本題から入ろうと思うぜ。霊夢がさっき100年くらいと言っていた石油の火災年数だが、1985年の段階ではなんと36年と考えられていたんだぜ。え、36年ってことは、2021年じゃん。もしかしてもうなくなったの？でも石油がなくなったなんてニュースは見てないだろ？あ、確かに。もしなくなってたら大ニュースになってるもんね。では次は2005年時点での火災年数を見ていこう。なんと49年に増加し、2016年には57年にまで長くなっているんだぜ。なくなってるんじゃないの？てっきり枯渇の一方かと。確かに石油はどんどん取れなくなっていると思っている人は多いと思う。実際、1990年代では学校で石油はあと30年でなくなると先生が教えていたらしいからな。一体何が起きてるの？っていうかそもそも石油って何なの？そうだな、まずは石油が一体何者なのかを振り返ってみよう。超簡単に言うと石油は地底に眠る大昔の生き物の遺骸だぜ。もともとは生き物なんだ。かつては地球内部で石油が生成されているという、非生物起源説も考えられていたんだ。しかし石油の中に生物由来の成分が含まれていることから、生物起源説が信じられるようになったわけだ。なるほどね。こういった昔の生物の遺骸が長い年月蓄積され、エネルギーとして利用できるようになったものを、化石燃料というわけだな。じゃあ石油は化石燃料の一部ってこと？ああ、その通り。化石燃料は状態によって名前を変えるんだ。気体になれば天然ガスで固体になれば石炭だ。そして液体状の化石燃料を石油と呼ぶわけだな。なるほどね、水が氷になったり水蒸気になったりするのと同じね。その通り、他にも取れたてほやほやの石油を原油と呼んだり、それを蒸留する温度によってガソリンや軽油と分けられていくんだぜ。でもそんな石油って結局何に使われてるの？よし、じゃあ次は石油の使い道を解説しよう。現在石油には大きく分けて3種類の使い道があるんだ。まず全体の 40% を占めているのが、自動車や飛行機などを動かすための動力だな。ガソリンとかもここに含まれるわけか。次は火力発電やストーブなどの燃料になっているのが 40%。最後はペットボトルやレジ袋などを作るための原料が 20% となっているぜ。石油が私たちの生活に欠かせないのが一目瞭然ね。さて、石油が何者か分かってきたところで本題のあと何年取れるかだぜ。てっきり減ってると思ってたけど、そんなことないんだよね。ああ、そうなんだ。2011年の時点で世界の原油確認埋蔵量と火災年数は約58年分で、その後、IEA 国際エネルギー機関が発表した最新レポートを見ると、長期的な石油の火災年数の見通しは約150年以上と予測されているんだぜ。しばらくは安泰じゃん。でもなんでどんどん増えていくの？すごいスピードで石油が誕生することはないでしょ？増えている一番の理由は掘削技術の向上なんだ。これまでは採掘が難しかった地層の石油も掘り出せるようになったってわけだな。なるほど、石油が増えたっていうより、取れる場所が増えたわけね。じゃあ霊夢、そんな石油は今どこで採掘されているか知ってるか？石油王がいそうな国だよね、どこだろ？というわけで次は石油の生産量ランキングを紹介しよう。ちなみにこれは2017年時点でのデータだからおそらくこれからも変動していくはずだぜ。石油王はどこにいるんだ？まず第5位はイランだぜ。中東諸国の中でも比較的国土が広いため、石油の生産面で有利なんだ。確かに石油のイメージあるね。でもイランはアメリカとの関係が悪く、様々な経済制裁を受けているから、国内の経済状況はなかなか厳しいそうだ。さて次は第4位、北米カナダだぜ。おお、やっぱり国土がでかい国が有利なんだね。カナダでの石油生産を支えているのがオイルサンドという砂なんだぜ。え、砂から石油ができるの？ああ、このオイルサンドを高温の蒸気により液状化させると原油が得られるんだ。へえ、国によって違うもんだね。続いて第3位、世界最大の国、ロシアだぜ。おお、でも最大でも3位なんだね。それでもロシアは4位とは2倍以上の生産量を誇っていて、石油天然ガスに関しては世界一位なんだ。
主に西シベリアで生産され、石油の国営企業なんかもあるほどなんだぜ。国を挙げて石油産業に取り組んでるんだね。さて第2位は中東の大国サウジアラビアだぜ。おお、まさに石油王のイメージだね。サウジアラビアは日本の石油輸入元ではトップの国で、日本で利用される石油のほとんどがサウジアラビアのものなんだぜ。ってことは日本にとってサウジアラビアはかなり大事な国なんだね。ああ、まさにその通り。多くの石油を握っている国の情勢には注目しておきたいな。そしてそんな中東を抑えて第1位になったのが、アメリカ合衆国だぜ。え、あんまり取れそうなイメージなかったよ。アメリカは2000年代初頭に、水の圧力で岩盤に亀裂を入れる水圧破砕という技術を確立。これによってより硬い地層に眠る原油シェールオイルを採掘できるようになったんだぜ。やっぱり技術が物を言うんだね。このシェールオイルによってアメリカは石油生産においても世界1位の座に君臨し、世界的な原油安の要因になったとも言われているんだぜ。石油界に革命を起こしたってわけね。ねえマリサ、じゃあ日本は一体何位なの？残念だが霊夢、日本は完全にランク外だ。え、じゃあ全く取れないの？一応日本にも、新潟県や秋田県、北海道などに油田という石油の採掘地は存在するんだ。でもその量は微々たるもので、日本は原油の 99.6% を20カ国以上の国々から輸入しているんだぜ。完全に頼りっぱなしってわけ？まあそういうことになるな。実際、石油を輸入に頼りきっていたから起きた事件もあるんだぜ。え、事件？霊夢もオイルショックという言葉は聞いたことあるんじゃないか？うん、なんか買い占めが起こったとかだよね。ああ、第一次オイルショックは1973年に起きた中東戦争がきっかけになったんだ。この戦争により石油輸出機構に加盟している6カ国が原油の価格を引き上げると発表。すると政府が紙を節約しようと呼びかけ、トイレットペーパーがなくなるという噂だけが一人歩きした結果、全国各地で買い占めが起きたんだ。トイレットペーパーも石油からできてるもんね。このように中東の産油国に対する依存が強かった先進国の経済や生活は大混乱を招いたのだが、数年後に起きた第二次オイルショックでは、第一次が教訓になりみんな冷静に行動できたそうだ。でも頼りきりだと不安になる気持ちもわかるなぁ。ちなみに世界の石油消費量のランキングだと日本は第4位なんだぜ。たくさん使うけど作れない、となれば輸入に頼っちゃうよね。でもそんな石油に頼りきったエネルギー消費も最近は問題視されているんだぜ。あ、それが最初のサステナブルな社会につながっていくわけだね。まず石油をはじめとした化石燃料の問題点に二酸化炭素の排出がある。二酸化炭素の濃度が上がると地球温暖化や気候変動が加速する可能性が高いってわけだな。もうずっと言われてることだよね、地球温暖化。他にも化石燃料の採掘に伴う自然環境の破壊や海洋汚染なども問題となっているんだ。そこで叫ばれるようになったのがサステナブルな社会や再生可能エネルギーだな。再生可能なエネルギーって？ざっくり言えば太陽光や風力、バイオマスなどのエネルギーで、資源が枯渇しないのが特徴だな。確かにソーラーパネルとか進んでるもんね。二酸化炭素の削減は世界規模の課題になっていて、日本も2015年のパリ協定に参加。2030年までに二酸化炭素の排出を約 26% ほど削減することを目標に掲げたんだぜ。でもさ、ここまでずっと石油に頼ってきた日本にそんなことできるの？もちろんそのためにいろんなエネルギー資源が注目されている。というわけで最後は石油に代わる希望のエネルギーメタンハイドレートを紹介するぜ。お、聞いたことある。メタンハイドレートはメタンガスと水分子が結びついた氷状の物質で、火を近づけると燃えるため燃える氷とも呼ばれているんだぜ。かっけえ。メタンハイドレート1立方メートルから取り出すことのできるメタンガスは、なんと約160立方メートル。とにかく小さな体積からたくさんのエネルギーを生み出せるんだ。しかも燃焼時の二酸化炭素の排出量も化石燃料よりも約 30% も少ないんだぜ。まさに次世代エネルギーすぎるじゃん。でもまたこれも海外から輸入するんじゃ？なんと、メタンハイドレートは日本の周辺海域に大量に存在しているんだぜ。やったぜ。水深500メートル以上で低温度、高圧力の場所に存在していて、今後の活用方法が期待されてるんだ。もしかしたら日本がエネルギー大国の最前線に躍り出る日も来るかもしれないんだね。ああ、そうかもしれないな。さて、今日は石油があと何年でなくなるかってことからいろいろなエネルギーを紹介してきたわけだが、どうだ霊夢、サステナブルな社会を一緒に目指す気になってくれたか？もちろん、できるだけ二酸化炭素の排出しないような生活を心がけるよ。お、いい心がけだな。じゃあ早速、脱プラスチック生活でもスタートしようか。え？まずは持っているプラスチック製品をすべて捨てて、ペットボトルも禁止だな。ちょっと、いきなりハードすぎるって。
それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。